生き埋め。生き埋めとは、動物、人を含むが生きたままで途中などに埋没すること、あるいは人為的に埋没させられることを言う。一般用語としては、人間と動物の別に関わらず、災害、自然災害、人災、事故、人為、通常的行為、宗教的行為、犯罪的行為によって、生きたまま自力で脱出できない。 深さまで土中などに待ってしまうこと、埋められてしまうことを指して、生き埋めという。埋没と呼べる深さにまで埋まって初めて、生き埋めであり、自力で脱出できる深さや状態では、そのように呼ばない。また、呼吸も困難なほど深い埋没だけでなく、首から上を外に出した状態でも、生き埋めと呼ぶのであり、従って、この後、この表現の段階で、生死は問わない。 生き埋め状態が直ちに生死に関わるわけでもないし、生死に関わる場合でもそこから救出されれば生、ま、それが叶わない場合が死である。途中、土砂中に埋没することを指す場合が多いが、もとより埋没してしまうような環境中に生きたままで、埋没することが生き埋めであって、古代の動物や古代人がタールピットや伝説的損なし沼に飲み込まれて落命したのも、それであるし、 近現代の例で言えば、ミキサー車の中や工事現場にある生コンクリートの海、工場内の小麦粉や、テレビ番組の撮影用に細かくされた、発泡スチールなどといった、粉流体の山、この種の埋没しやすいものの中に落ちて、生き埋め状態になったという話を見聞きすることは、大して珍しくもない。また、埋没させるものに直接触れない、状況下での生き埋めもある。 長くは生存し得ない閉鎖空間内に被害者がいる状況で空間ごと埋まってしまう場合も生き埋めという。逃げ込んだ場所がその空間を保ったまま周囲ごと埋まってしまうことは動物たちが生きる山夜でも起こり得る事態であるが、施設や乗り物をはじめとする閉鎖空間で溢れかえいる現代都市社会ともなると頻繁に起こる状況である。加えて、 公述する犯罪と刑罰の分野ではあるが、閉鎖空間内に被害者を閉じ込め、その空間ごとを埋めてしまうという行為も生き埋めである。災害や事故として起こる生き埋めについては、該当記事内にて解説する。自然災害による生き埋めについて、本稿で特筆するならば、ペスビオ山の大噴火によって滅びた古代ローマの都市、ポンペイの話であるが、この都市の人々のほとんどは、火山灰や、 火山性有毒ガス。火災流等によって死に至った後に埋没したので、あるから、その意味で厳密には、生き埋めではない。平素の表現では、即死したと同時に遺体が埋没した場合も、生き埋めと呼ぶことは、珍しくない。火災流に飲み込まれた犠牲者は、時速100キロメートル以上の速さで迫り来るそれに、 襲われて即死すると同時に一瞬にして町ともども、埋没しているものの、避難する機会を意して都市に泊まったがために屋外にも、出られず建物ごと、火山灰に埋まっていった人々も多く、彼らの最後は、生き埋めと呼ぶにふさわしいものであった。また、雪に埋まる、積もった雪の中に屋根などから落ちて、生き埋めになって、投資に至る、などといった雪に原因する、生き埋め事故は、 山学部ばかりでなく、人里でも、頻繁に起こる。2000年代後半以降のロシアでは、死への恐怖を克服するため、自らの忍耐力を試したいなどと称して、自らの意志で生き埋めとなるという修行をめえた、無謀な挑戦の結婚者が現れ、インターネットを通じて流行するようになってしまった。インターネット上での実況中継者が多数現れる、中、2009年の夏には、 北西部の都市、ボログダにいて、友人の助けを借りて、森で生き埋めになった、男性一名が死亡し、2011年6月にも、極東部のブラゴベシチェンスクにて、男性一名が死亡した。後者の死因は、一晩中降り続いた大雨が、通気口を塞いでしまったことによる窒息であったと、推定された。動機と状況は大きく異なるが、 自ら生き埋めになって死亡した事故は日本にも例がある。2011年8月27日、石川県河北市の大崎海岸の砂浜で、若い夫婦が落とし穴に落ちて死亡したが、落とし穴は2.4メートル四方、深さ2.5メートルという大きなもので、夫の誕生日を祝うイベントとして、妻が企画し、友人たちと一緒に掘ったものであった。上部の穴に被せた。 ブルーシートを砂で隠し、シートの端々を抑える重しとして、大量の砂を使っていたため、誤って落ちた際に想像以上の砂が体と共に穴に落ちることとなり、しかも上半身を下にして落ちたことから、姿勢を戻すことができないまま窒息死したものと考えられている。歌死状態などに陥ったことが原因となって、死亡したと後5人誤診された人が、 生きながらに埋葬されてしまうという悲劇は、土葬を行っていた地域であれば、洋の東西を問わず、検視技術が未発達であった時代には少なからず、発生していたと考えられる。それは、カムオケを内側から開けようとした形跡のある埋葬遺体の目撃眼が、世界各地に数多く残っていることと、すべてが該当するわけではないにしても、無関係とは思えない。 18世紀のヨーロッパでは、このような悲劇を防ぐために、内側から外部に救助を求めることが可能な看護家で、ある安全質疑が発明され、1世紀ほどの間、実用された。吸血鬼伝説の逸話にも、この種のものは特徴的で、このように昔の人が死者の蘇りと理解した現象が、実際には土葬された後に、過死状態から回復したために生き目状態になって、 死ぬことになった犠牲者の苦悶を示すものであった。可能性は否定できない。エドガー・アラン・ポーは短編小説、早すぎた埋葬、1844年間などにおいて、19世紀の欧米でさえ現実的であった、生きたまま埋葬されることへの恐れをテーマや演出素材として扱っている。宗教的及び政治的行為として行われる、生き埋めは多くの場合、 生に動物を含むや、人身国の一種である。日本にはこの形の人身国として、人柱があった。人柱に、類似の人身国は、日本以外の地域でも参見される。他にも、アフリカは、マリ共和国の都市ジェンネに残る伝説では、旧世紀末に、都市が築かれる際、タパマギネポ、タパマジェネポという一人の少女が、都市防衛と繁栄基盤のため、 都市の城郭に生き埋めにされたという。また、政治的側面を多分に備える宗教的行為と言うべきであるが、権力者の死に伴う純死者が純粋という形で生き埋めにされることは古代世界において稀ではなかった。日本書紀の記すところでは、山和彦命の死に伴って、側近たちが主人の墓の周辺に生き埋めにされたが、その最後が、 あまりにも悲惨な様子であったことから、これより後、のみのすくねの考案した埴輪をもって巡視者の代わりとする習慣が生まれたという埴輪の起源探。記述の厳密な信憑性はともかくとして、当時の日本には生き埋めによる巡視が古襲として存在し、やがて廃止されるに至ったことが伺える。その他、信仰絡みの虐待で生き埋めが行われることもある。犯罪行為や、 それに近い犯罪的行為としての生き埋めには、様々な種類の虐待によるものや、死刑によるものがあり、猟奇的側面が、色濃い。具体的に事件を挙げるならば、東大阪集団暴行殺人事件、2006年、日本など典型と言える。重機を使って掘った穴に、被害者たちを生きたまま埋めて殺した、集団臨地事件である。日本では他に、佐賀貰えご殺人事件、 1902年、警察庁広域重要指定118号事件、千葉、福島、岩手誘拐殺人事件、1986から1991年、栃木生き埋め殺人事件、1992年などがある。また、性的や邪魔者、無用となった味方、多すぎる捕虜なども含むの排除などを目的に殺人が行われることは、歴史の常とさえ言えるが、 その手段として、生き埋めが行われることもある。例えば、平安時代後期の日本の武将、平成三木は、口封じのために暴殺されたが、殺害手段は生き埋めであった。他の人物では、八ツ白彦王子、四百五十六年、日本、王子九百二十七年、中国なども生き埋めにされて殺されている。本来は信仰心によって立つ人柱という風習に、 なお借りた組織的殺人が過去には行われていた人身獄の一面を持ちつつ行われる体力的消耗をきたした奴隷的人材の殺処分。CF 縄文トンネル。動物の生態において生き埋めという行為に及ぶ例はあまり知られていないが、プレイリードッグのオスなどは縄張り争いをするライバルオスを巣穴で生き埋めにして殺すことがある。 巣穴は地中で複雑に繋がっているため、他の出入り口から逃げることも不可能ではないが、その構造を生かして生還する個体は稀にしかいない。戦争における戦術及び戦闘の手段や、結果としても生き埋めがあるが、これは戦闘員や非戦闘員を殺害するのであって、刑罰とは区別されるべきものである。ただし、降伏した捕虜や一般住民の処刑などといった行為の中には、 どのような大義名分が掲げられていようとも、支援による報復や、猟奇的な虐殺としか取れないものがあり、戦争行為と刑罰、及び犯罪行為の区別を明確にすることは難しい。フランス軍人、トマロベール部上廃下のサンタルの大佐は、1845年、アルジェリアでの戦いで洞窟に逃げ込んだ、アラブ人をすべて生き埋めにして殺害し、その後の2年間、 大量虐殺を続けた。1990年代の湾岸戦争においては、ドーザーブレードを装着したアメリカ陸軍の装甲ブルドーザー MQACE によって、イラク軍の残酷を埋め立てる作戦が行われた結果、逃げ遅れたイラク軍兵士の一部が生き埋めとなったという報告がある CF 残酷現代の不評と残酷。また、イラクの政治家、アリーハサンアルイコールマジードは、 湾岸戦争停戦後、自国南部でシーア派住民による反政府法規、1991年インティファーダが、起こると枯れつきはまる弾圧の指揮を取った。囚われた住民は、拷問を受けた後、戦車で引き殺されたり、生き埋めなどの弾虐な方法で殺された、CF ワリーハさんあるイコールマジード湾岸、戦争も、9世紀、 平安時代初期日本の絵図の軍事指導者であった、アテルイは、山都朝廷軍の坂上田村麻呂に敗れて降伏し、処刑されたが、故郷に残っていた祭祀や残党は大きな穴を掘らされていきながらめられ、残殺されたと伝えられる。説ではあるが、生き埋めにした上に土をかけ、素直に降伏して、奴隷となった者たちにその上から踏みつけさせたといい、これが今日に伝わる。 ねぶた祭りの由来であるとしている。法律的分野においては、刑罰の一種として、生き埋めがある。また、日本で行われていた石工詰めは、地面に穴を掘って、首から上が地上に出る、幼受傾者を埋め、周囲に多くの小石を入れて圧殺するものであった。古代オリエント世界で、一般的に行われ、今日でも一部のイスラム教国で行われ続けている。 石打ちは、下半身を生き埋めにして、動きが取れない状態の受刑者に対して、大勢の者が石を投げつけて敷いたら閉める、処刑法である。ノコギリ引きという刑罰は、受刑者の首をノコギリで切断するという、処刑方法であるが、日本で行われていたノコギリ引きの場合、首から下を途中に埋める形で受刑者を生き埋めにする、ことあった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。